これを見ればセブ島の今がわかるセブフォーカス。こちらの動画では今週の主なニュースをピックアップして紹介していきます。作業しながら聞いてもらいつつ、気になる内容がございましたら概要欄から記事に飛んでみてください。ということで今週も始まりました。今日もやすこちゃんにはそこでサポートしてもらいます。お願いします。はい、お願いします。では早速始めていきます。1月28日日曜日の記事からです。サンスタの記事になります。セブ市は AI 信号機の拡大を検討しているという見出しです。セブ市のラマ市長はスマートシティ実現を目指して SRP だけではなくセブ市全体に AI 主導の信号機を導入したいと考えているそうです。セブ市のこのラマ市長曰く、どこを見ても世界中が AI の人工知能に方向性として向かっているので、それを採用しない理由はありませんということで、強くこれをなんか進めていきたいっていうのを、セブ市政府のテレビ番組で熱く語ったそうです。で、もう結構、僕なんかと驚きだったんですけど、実験機みたいな1号機はもうすでにテストスタートしてて、この1月18日に SRP 沿いの信号機がもうすでに入れ替わってるそうです。 AI 主導ので、これがテスト実装されて、いい感じですよと。で、このラマ市長役すごい賢いですねっていう風に語ってて、なんかセンサーベースの AI 導入してて、トラフィック量を計算できる、検出できるそうですと。で、この動きの元になる歴史があるっていうのがここで書かれてたんですけど、歴史を紐解くと、前セブ市長のラベラ市長の時に、この信号機を取り付けようみたいなプロジェクトはもう始まってたそうなんですよ。それが2020年から始まってて、2つの会社と提携して、金額というと4億8000万ペソのプロジェクトが始まってますと。で、第2フェーズ用意されてて、1つのフェーズではもう2021年に終了して、18箇所にもう信号機が設置された。で、第2フェーズの27箇所に信号機を立てるっていう、それが始まったのと同時にというか、それの第2フェーズに対して非常に苦情が来たらしくて、それが信号機を立てた途端に故障して動かなくなるみたいな、でそれが結構多発したから、ストップってこう今の現ラマ市長がストップかけて、ちょっとそれはもうさすがにやめてよみたいなっていうことで、今そのただの信号機つけるのはやめて、AI 主導の方にシフトチェンジしていってるっていう感じらしいので、確かにセブ市が信号機結構多くてというか、多いわけじゃないですけど、地方から帰ってくると、今回年末ね、遠いとこ行ってというか、でやっぱりグッとセブ市が信号機あって結構安心するみたいなのがあったんですけど、なんか今後もうちょっとこうトラフィックっていうのが改善されるのかなみたいな。そうだね、もうまだまだ渋滞が起きると、こう手信号が人で賄ってる場所がいっぱいあるから、いっぱいあるな、つけるべきところはあるな。そうね、あとほんまにまさにやけど、壊れてる信号機の下に人を立っててみたいな、この信号機何のためにあるんやろみたいなのも何度か目撃してるんで、そういう意味で言うと、こういうことがあったんやなっていうのをこう紐解けて今回発見、なるほどねみたいな。急に AI の方針に変わって、変わってほしい。なんか楽しみ。そう、トラフィックの改善が、トラフィックっていうか何、渋滞の改善がメインってなってるんで、確かにまだまだ、この旧ただの信号機って赤になったり青になったりというか、もう順番で時間で決まってたのが、こっちの交通量の方が多いから今は青信号にしとこうとか、そういうの決めてくれる方から信号がこう改善されるっていう、信号のこの渋滞が改善されるんで、楽しみやなっていう、期待してるぜっていう状態ですねこれが1個目の記事でした。続いて1月29日月曜日の記事に移ります。サンスターの記事になります。セブ島の観光地トップスがリニューアルオープンしますってことで、パノラマビューを眺めることができるセブの人気展望台であるトップスが1年の改修と改修工事を経て、2024年2月14日のバレンタインデーに復活しますっていう、そういう記事ですね。改修工事してたんですね。そう、開いてないなとは思ってたけど、そういうことだ。開いてないなともあんまり見て、なんか工事してるなぐらいの。そうそう、工事してて、ある時から使えないなって思ってたんですね。あ、思ってた。うん。使えないなと思ってた。なんか近くのよくレストランには定期的に行ってるやん。うん。その時に別に
チラッチラッって見るこうなんか紐入れへん、あ入れるんから入れんのかなみたいな。確かにそんな感じですね。どうなってるんですか。どうなってるか、ね、2022年の10月21日から閉店してたそうで、まあまあ結構前、あでも何回か近くまで行ってるなみたいななるやん10月で、そこから1年経って、で今回、展望台のソフトリニューアルオープンっていうのが、まあ、発表されたんですね。で展望台にはなんと7つの世界クラスの追加アメニティが、追加アメニティ世界クラス、世界クラスの追加アメニティ機能が備わり、なおかつ手頃な価格のレクリエーション活動と食事体験が提供されるということで、はいはい、まあ、ちっちゃいお店はねもともとあったんですけど、はい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 、さらにそれがこうなんと世界クラスのアメニティが気になるので、すっごい大きく出たけど世界クラスっていう状態、楽しみですね。ちょっと行ってみましょう。またね、まあ、そういうことなので、まあ、この期間なんか旅行で来られた方で行けなかった方とかもいるのかなとか想像すると、うんうん、ちょっとまあなんだろうな、まあ、残念だったかなというのと、まあ、リベンジどっかでしてもらえればなと思いましたっていう、そんな感じです。まあ、全セブアの、まあ、全セブアの、セブアの大多数が展望台のことを知ってるため期待してますみたいな、そんなことが書かれてありました。はい、で続いて、1月30日火曜日の記事です。フィルヘルスの記事です。マルコス大統領、電気自動車市場戦略を明らかにということで、電気自動車市場のこの意気込みみたいなのを語っております。で、マルコス大統領が、まあ、今回ですね、公共用多目的車近代化プログラムというのが、まあ、今始まっているそうで、それを加速させるために、この電気自動車市場の開放を、まあ、頑張りますよというふうに言ったって感じですね。で、ハノイでこのなんかピングループっていう会社と会談を行ったそうで、で、なんか今後この EV 車ですね、電気自動車 EV 車のこの促進みたいなのを頑張っていきましょうみたいなのをやったそうなんですよ。で、ピングループっていうのはベトナムにある、結構そのバッテリーとか EV バッテリーとかそういう、あとニッケル処理とかそういうのもやってる会社で、まあまあ強いところなんですけど、まあここで発表してるのは、まあピングループがまあ結構頑張ってくれるけど、それ以外の単一のサプライヤーに依存しないようにしますんでっていうことで、まあだから要は市場の拡大、この電気自動車市場の開放って言ってるのは、まあそういういろんなところともどんどん提携し、政府として提携していきますよっていうふうに言ってるっていう、そういう記事ですね。なので、まあ電気自動車頑張る雰囲気プンプンというか、ね、公共多目的自動車とか今でいうバスとかジプニーとか、そうです、ハイヤー的なところに沿って変わるのかっていう、いやー、いい、素晴らしい、いいですね、素晴らしいサポート。私たち、あ、これ大統領が言ってるのはね、公共用車両、特にジプニーや三輪車、トライシクルの現行、まあ、今やってるやつの近代化プログラムに沿ったものですってことなので、まあ、あのあたりをなんとかしたいんやろうなみたいなのもあると。なるほどね、トライシクルの EV、なるほどね。いや、多分、で、ちょっとまあこれ、別角度になるんだけど、ジプニーと UV エクスプレスが、組織統合みたいなのをして、協同組合による統合してほしいっていうのを言ってるの知ってた？だからエクスプレス、まあ、ジプニーの、まあ、組合と UV エクスプレスの組合を、まあ、統合してほしいっていうのを、まあ、こう長年やって、長年というか、まあ、統合してくれっていうのを運輸省が、まあ、言ってたらしいんですよ。で、それが、まあ、去年の12月31日をもって完了してくれって政府は言ってたんやけど、まあ、それならずで、最近、ちょっとこの数ヶ月の、数週の記事ではあげんかったんやけど、デモみたいなのが起きてたわけよ。ジプニードライバーたちの、やめろーみたいな。で、それが、まあ、デモが起きたことで、まあ、4月30日、この、年末、去年の年末までだったのが、4月30日まで、まあ、ちょっと時間を与えた。統合にかける時間を与えたみたいな。で、それで、まあ、就職口とかなんとかしてくれみたいな話なんやけど、だから、多分、なくなりますね。ジプニーとトライシクルは。なくそうっていう、そう、なくそうっていう動きの流れ、UV エクスプレスはあれじゃない、 V ハイヤー、あの
ワゴン車の長距離、中距離、はい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 、あれを統合して会社を、まあ、組合として統合してやってほしいみたいな、はいはいはい、っていう感じなんですよ。統合期限を延長する話が、まあ、去年出てたみたいな。ジプニーが、まあ、なくなっていくみたいな話で、さらにこれに追い打ちをかけるように、まあだから電気自動車の話もあって、うん、要はもうそのこの文脈見ると、あの、まあ、要はジプニーなくしたんやろなっていう、うん、大きな流れで、トライシクルもなくしたんやろなみたいな、要はそのなんていうかな、渋滞の原因になりうるというか、あの確かになってはいますけど、ね、ごちゃっとしてるのをより、スマートな、スマートシティを目指してますから。あれはなんかごちゃっというよりか、よその停車のところとか整備してくれたらね、そういう話だと思うんですけどね。いやなんかむずい、これはなんか、でもまあ現地の人の足なわけやんか。そうですね、それをどうやって加えていくかみたいな、いよいよまあいろいろありそう。ここはもう、なんだろう、あと4問着ぐらいありそうな世界線というか、まあそのね、前回も話したけど、水回りの問題とか、あとインフラとして電気どうしていくねみたいな、その電気の供給元というか、ああいうのどうするのかとかっていう感じなんですけど、まあまずあの政府としてはもう掲げてますよ、市場としても広げてきますよっていうのを、まあ、言ってるっていう、そういう記事ですね。はい、人口は多いのでね、ブリキンは。そうだから、増えると確かにすごい市場ですね。市場は広い、でもインフラが心配みたいな、そんな内容ですよこれ。はい、っていう感じでした。はい、続いて1月31日水曜日の記事に移りたいと思います。サンスタの記事です。キングコブラの目撃情報が多発しておりますっていう見出しですね。で、ここの記事では、まあ、まずですね、まあ、バックグラウンドを言うと、今セブ島でキングコブラの目撃のこの SNS でこれ目撃したみたいなのが、まあ、アップされてるのが結構頻発してるらしくて、まあ、なんか僕は全然知らなかったんですけど、そうなんやみたいな、知ってた？知らなかった。そうだよね、まあまあそのもう話題になってる。そうです。で、それに対する対応策みたいなのを、まあ、この記事では、まあ、言ってたって感じですね。で、まあ、近づくなよとか、まあ、殺そうとするなみたいな、で5メートル離れて、まあ、距離を置いてできればもう逃げなさいみたいな。でもっと言うと、なんか協力、自治体の協力を得て対処してくれっていうのも、まあ、踏まえて、あんまり殺そうとするなよみたいな、なんていうの、動物保護法もあるよみたいなことも言ってて、もうなんかクロスしてめちゃくちゃやなみたいな感じの内容だったんですけど、まあそんなのも踏まえてですね、この中身が、まあ、なんでこんなことが起きてんのかっていうのをこう言及してたんですけど、まず人口増加、セブ島で人が今増えてるってことを踏まえて、なんか人が増えたことでキングコブラの生息地が生息してるところまで侵食して持てるから、まあ、キングコブラと遭遇する確率上がってるんじゃないかっていう点と、また SNS がこう普及してることで、まあ、いろんなところで見たのを、今までもおったやんみたいな切り口なんですよ。今までもコブラおったのに、なんで今またこう話題に上がってんのかみたいな。っていうのが、まあ、この人間が住むエリアがキングコブラがおるところまで広がって、さらに目撃したのを SNS で撮って上がってるから、なんかすごいいっぱい増えたように見えるけど、多分量はそこまで変わってないみたいな。っていうことがありますと。で、まあ、それに加えてね、今目撃されてる情報が、結構、住宅街とかでも目撃されてるんですよ。これがま、怖いことで、だから要は、生活圏があっちに踏み込んでるから、なんじゃないかってともに、目撃されてるエリアというか、ポイントがま、言及されてて、それが何かっていうと、こう、ネズミがおる、げっ歯類っていうかな。ちょっと読み方、ごめんなさい。まあ、ネズミね、がおる、ところでよくこのね、ヘビというかキングコブラ目撃されてると。だから餌なんですよ、ネズミが。だからそこに向かってヘビが行ってるっていう、この生態系の中で、まあそれはそうかっていう。で、なのでってこう、フィリピン人の人はっていう、この忠告したやつがもうめっちゃフィリピンっぽいなってなったんですけど、ネズミが来ないように部屋をきれいに保ちましょうっていうのが、今回のこの予防策みたいなので書かれてて、めっちゃおもろいなっていうか、なんかあんまないよなっていう、ネズミがおらんようにしましょうっていう呼びかけ
綺麗にしましょう、だから部屋綺麗にしましょうみたいな、まあ部屋というかその住宅、自分の住んでる周りぐらいはネズミが来ないようにしましょうっていう対応策がなんかインタレスティングやなっていうのを、まあ、思ったっていう感じですねっていうことで、まあ、別記事でちょっとこれとは別でこのじゃあ噛まれたらどうするのかみたいなところ記事としてあって、はい、まあ、薬の準備は今できてますよっていうふうにセブンに解毒薬が準備できましたっていう記事も、まあ、別口でまたあって、それはね、なんかこの複合薬みたいな 3つのヘビの毒に対して対抗できる薬が支給されたみたいな、それがビセンテソット記念医療センターってところに、まあ、支給されました。でこれコロナの時もなんかワクチン関係とかはよくここの、まあ、中心地みたいな感じなのかな、まあ、そのそこセンターに薬が届いてますと。でそれはもう十分あるんで、噛まれても対抗できる状態にはしてますみたいな、そういうのも見出し別の記事としてありました。でダバオが結構今まであったそうで、ダバオにはまあ十分あったけどセブンには少なかったらしいんですよ。でも今回 この増加というかコブラ目撃情報を得て薬支給されてるんで大丈夫ですよみたいなっていう記事も、まあ、別件でして別件であったと。でマジかってなってこれ見てでどうすんのかな、もし噛まれたらとか、まずこの医療センターそれ薬まで間に合うんかしらとかいろんなこと思って、ちょっとキングコブラについて毒について調べたんですけど、結構もう噛まれたら15分ぐらいで死ぬらしいんですよ、大人がね、っていうのはゾウも殺せる神経毒っていうのが、まあ、キングコブラのなんか触れ込みというか強いポイントみたいなっていう感じで、でいろんなこう被害情報みたいなのもあって、インドのこのインドにいる8歳の子供が遊んでる時に子供が親がちょっと目を離した時に噛まれてて、まあ、即死やったとかそういう記事もあったりとか、であとベトナムで噛まれた人がこの噛まれたままこのコブラが巻きついてそのまま搬送されたみたいなっていう記事とかもあったり、でその人は助かったんですよね。でそれの対応策が、まあ、太もも噛まれたらしいんですけど、太ももを、まあ、噛まれた時にグッとタオルで縛って 全身に回らないようにして、で病院に駆け込んだみたいな、したら、まあ、神経毒が全身に回るんで、まあ、頭に行かないようにしたことで結構一応しびれとかも出てきてるけど、まあ、意識ははっきりしてるみたいな、でそれでなんとか薬飲んで対応できたみたいなのがあって、まあ、何しかちょっと噛まれたところからこう縛るなりして全身に回らないようにせなあかんなみたいなのが今回学んだことっていう感じで、口で吸ってとかやる、そうなんていうのジャングルとかでそんなんじゃないみたいな、あれは載ってなかった、どこにもあるんかな、なんか調べ方があれやったかもしれない、もしかしたらでもそれ吸った毒でめっちゃ、そうね、どこの種類がよくわかんないから、いやほんまそう、あとその芯に回る太ももとか吸えんしなとかさ、すごい体勢になるやん太ももそうそうそうとかもあったから、まあなんか対応策っていうのはいろいろあるんですけど、まあこの薬に間に合うようにしてなあかんしなとか、うん、知識として頭に入れておいた方が、そうね、やっぱ今我が子が何でも触る、何でも寄っていくし何でも触るんで、もしなんか出くわした時に、まあまずは近寄らない、近寄らないで攻撃、こっちが攻撃しない限りはコブラは攻撃してこないってことなんで、5メートルぐらい離れなさい、ゆっくり下がってみたいな、そうそう5メートル、まあっていう感じなので、ちょっと皆さん気をつけていきましょうってともっていう感じですね。はい、はい、そんな感じです。じゃあ次の記事に移ります。はい、続いて2月1日木曜日の記事です。サンスタの記事になります。高齢者割引を尊重せよっていうテーマです。で今回ですね、このテーマにあたって、地元の議員さんのところに苦情が、まあ、多数寄せられて、でそれによって高齢者に、まあ、なんかその議員さんがインタビューを受けた時に対して高齢者の人に対する 20% の割引、これしっかりしなさいよって、まあ、忠告をしたっていう、こういう流れなんですね。でこの忠告、苦情を挙げた人のこの苦情の中身を言うと、オーガニック専門店で、まあ、薬をこう処方してほしいって言ってきた。じゃあ私高齢者なんで 20% 割引してくださいよって言ったら、その薬局側が
そんなの受け付けませんって言われて、はってここで揉めたらしいんですよ。でこう揉めたことでこの、まあ、火ついたというか、この苦情を上げたシニアの方が、何持ってこれば割引いてくれるんですかみたいな。でなんか押し問答して、なんかまあルールに沿って全部の書類集めて提出したけど、 20% 割引してくれなかったんで、あのその苦情を持って弁護士のハンコをついて、こういう事象が起きました、で、あの何とかしてくださいってことで、この議員さんのところにまあ駆け込んできたっていうのが今回のトリガーになったそうです。でこの議員さんは高齢者委員会っていうところにも所属して、その委員長の方らしくて、まあ、過去にもいろいろこういう苦情を受けてきたけど、まあ、あのその、まあ、ある意味なんていうの、思い越しじゃないけど、まあ、いろいろあって、その最後の一人がその人の話やったみたいな、で今回呼びかけたっていう流れなんですけど、あのまあ、もともとこの 20% 割引っていうの法律がですね、まあ、あるんですよ。絶対 20% 割引しなさいみたいな、これが、まあ、法律として詳しく載ってたので、ちょっと共有すると、なんか共和国法 RA9994 ってところに定められてる、結構もう正式な、あのまあなんていうの、法律で、まあ、ちょっと端折って言いますけど、まあ、高齢者の人には 20% の割引および付加価値税の免除を付与するっていうことが書かれてるんですよ。でこれを守らないと2年の懲役もしくは5万ペソの罰金が科せられますっていう、まあ、そんなのもあって、なんてえげつない法律なんやっていうのを今回ここでちょっと説明っていうかしたいなという、まあこういう話があったっていうのが、で 20% 割引しないとこの薬局とかをクローズさせますよとかっていうのも言ってるんですよ。結構その脅しというか、のはその議員さんが言ってるんですよね。まあなどなどあって、それがまあ今回その事件になってるんで、この記事になってるんですけど、そもそもここからちょっと我々の意見ね、この 20%と割引なさいっていうのを法律で定めてて、でかつこれを政府が補助しないんですよね。要は薬局側がじゃあ 20% 割引しました、じゃあ後で 20% の割引したものを政府側から回ってくるとか保険で回ってくるとかってことはなくて、シンプルにあの薬局負担なんですよ。これがなんてえげつないんやっていう、オーガニック店とか普通に企業で、そうなんよ、これとしてやってるの、エグいショっていう、このより薬よりは普通の薬というよりかはちょっとね、うん、なんかより私的な感じになるから、そこにも 20% 送ってっていう企業側っていう、大変やなみたいな。でその、まあ、医師によって、まあ、2020年にちょっと改正もされてて、多分コロナの影響もあったと思うんですけど、まあ、医師によって処方されたサプリメント系も割引対象に入るとか、なんかよりこうグレードもアップしてたりとかして、うん、高齢者に優しいんですけど、この別に法律とか割引自体はやってほしいとか、まあ確かにね、うん、そこにね、その援助がないというか、でもこれ聞く結構しんどいですよね。これ聞くだけで薬局したくないなと思うし、っていうか薬局とか特にさ、その高齢者の温床というな、温床って言い方あれやな、なんていうの、この一番関わりの深そうな商売やんか。大きいこのチェーン店があり続けられるんでしょうね。ああ、なるほどね。大きくスタミナないと。というか、まあ、それもあるし、こう政府とのね、根強い。ああ、なるほど、なるほど。あったりとかして、スタミナももちろんですけど。いや、結構これはなんか根深いというか、いいような、まあ、高齢者に優しい国なので、まあ、そこの面はめっちゃいいと思うんですけど。で、まあ、薬局だけじゃなくて、マッサージ店とか、うん、あとなんかもう乗り物とかも高齢者割引ね、してる。うん、見たりするんで、まあ、法律にあったんだっていうのは、なるほどなって、そうね、まあ、めちゃめちゃちゃんと明記されてるっていう、だ高齢者カードを持ってるっていうのは結構強くて、あの優先レーンとかもね、あのカード見せればスパパパパンって抜けていったりするから、めっちゃ強いカードなんやけど、よりまあ、だから医者からの保証保全とかそういう、まあ、公共乗り物とかだったらなんかわかる、まだなんかわかるけどもっとこういう一般的な、はいはいはい、個人の、なんだろう、いやちょっとな、それ言い出すと、その医者のルールとかもさ、なんか知り合いの知り合いにお医者さんおってみたいな、でその知り合いにはあの無料で受診してもらうとかさ、その知り合い、身内でもさ、知り合いの知り合いというか、あの隣の家の人の知り合いのとかって人までなんか結構仲良くお医者さんカバーしてたりするやん。
でその人に処方箋パパパって書いてもらってとかさ、なんかやろうと思えばなんかいろいろできそうやなっていうなんか怖さというかさそう、そのまま抜けるかもしれないですけどなんかいろいろあるなみたいな。まあでも政府も強く言えないでしょうね。だから逆に言うと、うん、今呼びかけるぐらいじゃないと、サポートしてないのにじゃあどうすんのって、潰れたらどうすんのって言われたら、コロナの時もさ、なんかそういうのあったやん、この割引なさいとか。あ、まあ従業員にんそのコロナで働けない分の保証みたいなところは、うん、まあ国からもあったけどね、あんまりだからその届かなかったで、全然行き渡らなかった言うけどみたいなね、いやその負担どうすんのみたいなことが結構全部こっち持ちかよみたいなねあるよね、そういうのね。企業側から、まあ、企業に払ってもら守ってもらうみたいなことが大きいよねっていうのは。すごいよね、すごい、これはなんかすごい根深い問題っぽいなっていう。そう、財源がいるとかいろいろどっちの気持ちも分かるわっていう感じもあるんでしょうね。まあ国民番号くぐれてもね、やりだしてますからね。確かにね。それがうまく連携してとかってある。今後、いやー分からんけど。サポート財なんだろうな。20%オフに。企業にもサポートしてくれるんだったら。20%ってでかいもんな。2割引き。まあまあみたいな感じの記事でした。はい、2月1日の記事で、もう一個ちょっとハッピーなニュースがあったので、ちょっとこれで締めたいなと。うんって言って終わりたくないのでハッピーニュースで終わりたいんですけど2月1日もう一つの記事ですね。フィルスターの記事です。北米で100店舗目のジョリビーがオープンしました。おー、イエーイ、我らがジョリビー。これがですね、北米のエリアで100店舗目をオープンして、存在感を強化しましたっていうことを言ってますと。で、まあここで取り上げようと思うのは、まああのですね、今回のこの100店舗目を受けて、まあ、どこにできたかって、まずブリティッシュコロンビア州のストロベリーヒルっていうところのなんかモール内でできたそうです。でショッピングセンターのなんかなんちゃらアベニューに位置してますみたいな感じね。で、このジョリビーグループ社長が、まあ、喋ってることをちょっとここで言いますね。まず世界トップ5のレストラン企業になるというビジョン、これを掲げてるんですよね。で、世界トップ5のレストラン企業になるというビジョンにすぐビジョンを達成するために引き続き応援していただければ幸いですとここでは述べております。で、1998年に初めて北米でオープンしてから、まあ、やっと100店舗目ができましたよってことなので、まあ約26年か、まあ、25年かけて100店舗をオープンしたってことで、非常にハッピーニュースということで届いておりますという。すごいね。でもアメリカでは あるよねみたいな感覚に。そうね、でもアメリカでバキバキっていうよりはなんか結構でね、ちょっとこう詳しく調べてないですけど、アメリカ米国ではそこまでっぽい。あ、そうなんですね。うん、なんか北米って言ってるから。まあじゃあでもカナダとアメリカやるんで、やっぱだから移住先のでもカナダとか多いんじゃないかなって俺は勝手に、ちゃんとこの店舗数分けみたいなのは調べてないんであれなんですけど、中央アメリカ、カナダ、メキシコとか、どこなんかな、北米というエリアで言うとそういう中に入るんですけど、まあカナダ多いんじゃないかなと思ってますねっていう感じ。だからアメリカ人に聞いてジョリビー完全知ってるかというとちょっと分からんけど、そうそうそう。まあ、なんでそう思ったかというと、ここに書いてるのが最近ミシガン州のスターリングハイツってところで、まあ、オープンして、その次の100店舗目が今回このミシガン、あ、間違えた、ブリティッシュコロンビア州っていうところでできたんで、これがまあ米国の州では初となりますとかっていう文書があるから、うんみたいな、米国では結構まだまだあのそこまで展開進んでないかなっていうふうに思うんですけど、まあまあ北米っていう統一で、ジョリビーが頑張ってるっていうのはなんか嬉しいなと思ったので、ここでピックアップさせていただきましたっていう感じで、今週の記事は終わりといいと思います。何かやすこちゃんから大丈夫ですかね。はい、ということで以上が今週のピックアップ記事でした。ご視聴ありがとうございました。